白米の千枚田というところに行きました。こんな感じのところですね。ちょっとじっくり、まあ、降りてみますので、まずちょっとどんなとこか読んでみますね。世界農業遺産、日本農業の聖地、白米千枚田。全体面積4万51平米、枚数1004枚、年間約6トン、コシヒカリ7割、能登ヒカリ合わせ3割ということですね。日本海に面し、自然の形状を生かし大小さまざまな田が1004枚連なり、古くから田植えしたのが999枚あとの1枚美濃の下と謳われているということですね。昔から人の手による米作りを続けている白米千枚田は日本農業の原風景であり、日本農業の聖地だということですね。じゃあそこの聖地にこれから行ってみたいと思います。階段行くんだけど、なんかやっぱ圧倒的な、まあ、スケールというかね、すごいですね。はい、こんな感じで、まあ雪の時やそれからあと夜なんかはライトアップをするということで、なおさらまあ綺麗になるわけだよね。多分月が出たりするとですね、水面にそれが月が映ったりというような光景も、まあ、見れたり、あと渡り鳥がですね、多分飛んだりして、そういうまあ姿もまた大津なもんですよね。なかなかです。はい、降りてきまして、ここがですね、展望台になるのかな。これ下降りて展望台で、こっからちょっとね覗いてみますかね。先ほどとちょっと景色が同じかどうか、ちょっと近づいたからね。あ、海の潮鳴りが聞こえますでしょうかね。聞こえますね。海はもう あくまでもまあマリンブルーという感じで、すごい綺麗なところですね。圧倒されるような綺麗なところです。でここにですね、1004枚の田んぼがこうあるということですね。日本のまあ原風景を思い出させるような、いかにも能登の、まあ、自然ですよね。里の自然という感じで、海があって、すぐ近くに山があって、そしてこの千枚田がこう広がってるわけですね。まあ、ここは多分今はね有名な方々が結構いろいろ自分の田ということでですね、そういう人たちが自分の田は自分で管理したり、で 米作ったりしてるみたいなんですよね。結構有名な昔総理大臣だった人とか芸能人だったとか、そういう方たちも結構います。確かそんな感じですね。まあこういうところで生活するとまたね、また大変なんだよね。また実際は大変なので、そんな感じで観光の、まあ、田んぼということでこう成り立ってるわけなんだけれどもね。こんなところで、まあ、能登の典型的な風景ですね、千枚田ということで、ここはこれで終わりたいと思います。